工事の女子全員敵に回すことになるのよ。なるほど。お二人は付き合ってたんですね。冗談じゃないわよ。私たちはただの大家と田中の関係なの。それ以上でもそれ以下でもないの。あんたもなんか言いなさいよ。そうだよ。ああ、俺すごいこと気がついちゃった。何ですか？ A ちゃんがさ、矢沢と結婚して婿養子に入ったら矢沢永吉になるじゃん。バカじゃないの？バカなんです。とにかくこのこと誰かに喋ったらただじゃおかないからね。はい、絶対誰にも言いません。いいな、矢沢永吉。あんたに言ってんのよ、あんたに。わかったわかった。